ジグメエセールティンレイは、ブータンの政治家、同国首相を3期務めた、会員議員。日本の報道では、ジグミティンレイとも表記される。父は、歴代国王の側近であった。1976年、アメリカが衆国ペンシルベニア大学で、公共政策の修士号を取得。帰国後は、国家公務員となり、様々な官職を歴任した。 1998年、国民議会における閣僚候補信任投票で、候補中最多票を獲得し、閣僚評議会入りして、外務大臣に就任した。また、任期中に閣僚評議会議長も務めた。2003年、閣僚評議会の改祖で再度信任投票を受け、再び最多票を獲得する。閣僚評議会では、内務文化大臣に就任し、 閣僚評議会議長も務めた。閣僚在任中、1期目の1999年6月、2期目の2006年10月に1回ずつ、訪日したほか、2005年にも訪日し、愛知万博に足を運んでいる。2007年8月、ブータンで新たに組織された政党の一つである、ブータン調和党の党首に選出された。翌2008年3月24日、 初の普通選挙による国民議会選挙で DPT はサンエゲゲドゥプが率いる国民民主党を破り全47議席中45議席を占める圧勝を収めた。この結果同年4月9日にジグメティンレイはブータン史上初の民選首相に任命された。首相就任後それまでのほぼ インド一辺倒だったブータンの外交を多方面への拡大路線に変更し、特に中国に接近している。この動きにインドは補助金などの支援を減らした。ジグメティンレイ政権が倒れた後、インドは減らした支援を復活させている。ありがとうございます。